いや中村さん、もう2人ともチャンピオンという意識十分ですね。そうですね、もう特にね、ラスタ選手、まあ、結果的にね、クラッシュには今回が初参戦だったんですけども、まあ、こう場所にね、こう飲まれるとかがなんか動じてるような感じは一切なさそうですね。そうですね、いやリラックスした表情、笑みすら浮かべながら、それでもその視線は外しません。ラスタ、ラスタってこれ本名なんですよね。そうですね、お父さんがこうレゲエが好きで、はい、そのラスタカラーから取ったっていう、はい、ことらしいんですけど、まあ、こう明るい感じの選手ですよね、はい、そのトランクスのサイドにも見えますね、はい、3色です。さあそれをじっと見合っていた伊沢、赤いグローブ、サウスポースタイル、おお、チェンジしてからパンチ、ミドルキック、さらに右ミドル。まあでもラスト選手本当にこうね、爆発力というか勢いとこうね、攻めどころのこの攻撃力まとめる力というのはすごくある選手なんで。そうですね、はい、そこはね、伊沢選手としてもね、やっぱ警戒しないといけないですよね。お互い空手が土台なんですが、これスタイルは全く違いますね、はい、そうですね、伊沢選手も伊沢この右強い、右ハイ、はい、どうぞ。ローキック主体のスタイルで今までずっとやってきて、中国でこのエリデンスを取り返した試合の時にはハイキックで倒したんですね。そうでしたね。でこうハイキックで倒したのがなんか実はこう初めてということだったんで、はい、そういったところではね、こう蹴りのバリエーションっていうのもまた中国遠征で増えたところあると思うので、そういったところもこの試合見せないと、このラスト選手は強敵ですからね。そうですね、うん、やっぱカットもカミソリ状態のラスター。それでもゆうやさん、やっぱりこのひねりを加えたローキックですよね、伊沢。そうですね、中村さんが最初に言ったように2人とも全く違うタイプで自分を持ってる選手ですね、はい、ラスターはすごいこうリングに、絵を描くようにすごい広く使うんですけど、2人目でテンプルから差があるとしたらスピードなんですよね、はい、伊沢奈美とは別にそこで試合しようとしてないんで、どっちが貫き通して結果を出すか、はい、うん、面白い試合ですよこれは。そうですね、うん、全然性格が違う2人が話してる感じですね。どんな話になるんだろうな。あ、これ会話ってことなんですか。そして試合は作品という、先ほどゆうやさんの言葉もありました、どんな絵を描いてくれるのか。さあ、いきさんはこれもうどんなところを見たいところなんですか。はい、そうですね、もう両選手とも入場からすごい声援が、ね、はい、大きくて、まあ、その声援合戦もそうですけど、やっぱりこの出だしからのスピーディーな戦い、はいはい、これがどういう展開になっていくのかっていうのが楽しみです。これクラッシュを見ていて伊沢ってどう映ってるんですか。蹴り変わってますよね、佐伯さん。あ、はい、そうですね、やっぱり伊沢選手はその定評があるローキック、これ、はい、それはやっぱり倒せるキックだと思うので、はい、それがどう響いてくるか、はい、それをラスタ選手がどう受け止めるのかっていうのが楽しみです。いや、もうずっと見ている方ですから、ついそういうテクニック面まで伺ってしまいましたけれども、いやー、バックスピンも勢いがあります。でもゆうやさん、そこから先があるんですよね、はい、ラスタ。これラスタ多分1ラウンド動こうかなと思ったんでしょうけどね、やっぱりそれに限界があると感じたのか、はい、押し合いにもこう付き合い出しましたね。伊沢並とペースっぽいんですよね、ラストは。ラスタはいろんなことができるんで、これでももしかしたら勝てるかもしれないですね。ちょっとこの先楽しみですね。あ、そうですか、うん、確かにもうあっという間にこれ2分50秒経過。ムチのようにしなる。そう、この足がどうなるかですよね、この2ラウンド以降に。まださあ、第2ラウンドです。さあ、赤いグローブ伊沢、ローキックの打ち合いでも負けないと、青いグローブラスター、このクラッシュ初登場ビッグバンの王者です。まあ、やっぱ伊沢選手ね、機動力がこうあるタイプじゃないんで、はい、逆にラスター選手はこうどんどんこう動いていくタイプですよね。細かく細かくですね、はい、おー、パンチャー、すごい、拳でダウンを奪いました。もちろん何でもできるというのはゆうやさん分かりますけれども、分かっていましたけれどもね。でもラスタがあんな風に倒れると思わなかったですね。ラスト前に出てくる、パンチから蹴りへつなげて、そうですね、今こそ下がりたくないというのがラスタ。それでも前進、伊沢奈美とも自らの波から、ガードも硬い、硬く高い、そしてローキック。ですよね、こう空手の試合とかでもこうどんどん前に出てくるタイプとね、はい、こう動いて攻撃するタイプやるとこういう試合がありますけど、確かにありますね。
ラスター打った後の最後に入れてもう一回打つ、うん、あれすごいいいですね。膝波とはもう何でもやれと思ってるでしょうけどね、はい、もう蹴ってやるから打ってやるから自分のペースですね。そうですね、膝は波とのペースですよ。ラスターがいろいろバリエーションがあるので何でも付き合える感じですね、うん、いや逆に言うとラスター選手あそこで動かないで止まると捕まりますよ。伊沢選手に捕まえてくるのは伊沢、うん、膝も出てまいりました。いやそして中村さん、はい、この顔面のガード硬いんですね伊沢、うん、固めて固めて前に出て右左リーチ上背では明らかに伊沢です。10センチの差、そのローキックも桃へ膝の横へ、うん、効いてきましたね。あそうですか、うん、サウスポーになった時に上から下へ落とすローあれ左足来ました、うん、左ロー、その足で蹴り返してくる。さすがだナミト、ナミトの戦略、さすがだはめた。伊達に中国で世界タイトル獲得してませんよね。ラスターでもこれ10戦のキャリアでできる動きじゃないですよ。横にずれてちっちゃく打ってバックステップ踏んで、これもそうですよね、良さはもう十分出ていますよね。両方光ってますね。また中村さん気持ちが強いですねラスター。そうですね、結構ねこうニコニコしてるんですけど気強いタイプですね。これ波とはロー効かないんですかね。自分が効かしたことあるでしょうけど、なんか効いてもおかしくないローをラスター蹴ってますよ。それ実はもうゆうやさんに伺おうと思っていたことなんですけれども、まあ、前に出ながらもらうので、はい、あの下がりながらもらうラスターよりは多分効きは弱いのかもしれないですけど、効いてもおかしくないような蹴りをもらってます、うん、サイドキック気味、そこからのパンチ、残り時間をどうまとめるか。右下からのパンチ、伊沢ラスターも返す。それでも顔面、最終ラウンドです。アンダー55キロファイト、今日はこの階級の試合、うん、ずらりと並んでいます。中村さん、はい、その自分の存在感を示すという55キロでもあるんですよ ね、 そうですね、やっぱり目の前の相手もそうですしね、はい、ここ並んだ中でどういう試合、ね、できるんだっていう、こうテーマもあると思うんでね。そうですね、まあ、えぐるようなボディ打ち、お互い放つ、そして右左の膝もあります。伊沢、このラウンドの様相はゆうやさんいかがですか。うん、ラスターがでも押して前へ出ようとしますね、はい、ってことはやっぱり前に出て戦うこともできるんですよね。そんだけのバリエーションを持ってますし、ローも切り返しますし、パンチでダウン取ろうと思ってるんですよね。パンチ、うん、やっぱり拳、そうですね、アッパーじゃないですかね。伊沢並みとガード立てるんで、はい、立てたガードに対してやっぱりアッパーとか下からの攻撃かな、当たりました。インローはダブル、アッパーは逆に伊沢もあります。詰めて右ロー、ラスター、佐伯さん、お互い本当に気持ち強いですね、はい、そうですね、もう3ラウンドになってもこうスピードが落ちないのがすごいなって思います。そのスタミナ増強のトレーニングっていうところなんでしょうね、ラスターも。あー、しかし伊沢ローとでも言えそうな下段の蹴り、もう中村さん、はい、本当に何十発繰り出したかというここまでですね。そうですね、あ、近い距離の攻撃とかも伊沢選手上手くなったんじゃないですかね。右ストレート、あのダウンを奪った右の拳、前はちょっとこうクリンチ気味になること多かったですけど、まあ、ほとんどないですからね今この試合。そうですね、そして自分から前に出て、おお、右ボディからラスターの手立て、バリエーション豊富という中で右から左のファイ、さらに詰めてくる、ここはラスターか、ダウン以上が欲しいところです。あと40秒、左足効いてますからね、ラスターもね、左の手も効いてます、それでもかかとを
ありえない角度から打ち込む伊沢のローキック、パンチのレンジになっても放つことができます。これも近い、近いところは膝、右左ラスタ詰めて返してくる、右ハイバックスピンキック、いいタイミング。いや大技まだありますね。大ハイキックから伊沢右フック、ナイスフック、伊沢涙強い。パンチ勝負でも負けてはならないと、ここはクラッシュは自分のホームリングと伊沢です。最後の膝、ジャッジ豊永30対27、赤伊沢3ポイント差、伊沢です。ジャッジかかず29対28、赤伊沢2人目は1ポイント差、伊沢奈美と伊沢以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー、技巧派伊沢ローキックのスペシャリストが右のストレートでパンチを奪って、それがものを言いました。判定勝利、